耳と白髪を隠しつつやってますね。こんな感じでピッて。苫小牧市に住む美智子さん56歳。右耳は小児症という生まれつき耳が小さい病気です。耳を形成する治療はしていません。だんだん笑わなくなってきてますね、ここら辺からね。写真は嫌でした。美智子さんの両親は治療をすることで体に負担がかかることを心配し、それよりも強い子に育ってほしいと願いました。小さい頃から耳が見えないように隠し、小児症を誰にも打ち明けることができませんでした。シャンプーしないで寝ちゃった時があって、で朝学校行った時に、あ、なんか見えちゃうんじゃないか、髪ちょっとぺっとりして、あ、見えちゃうんじゃないかと思ったら、もういられなくなって学校抜け出してシャンプーしに家に帰ったことありました。それくらいなんか すごい恐怖でした、人から見られるのが。大きな耳があれば、その気持ちを心の片隅に残し強く生きようと決めました。教諭の道を選び、子宝にも恵まれ、一つ一つ夢を叶えてきました。しない選択で56年来てこの私がいるから、きっと意味がある あることだったんだろうなって 思うようにしてる。札幌市内の大学病院です。ゲームで楽しむ子どもたちはみんな小児症の患者で、耳の手術を終えたばかりです。めっちゃ可愛いよ。可愛いですか？可愛い。形成外科の四柳隆俊先生はこれまで2000件以上の手術を行ってきました。先生ってどんな先生なの？面白い。信頼できる。でもう全て任せられるので、はい、本当に元気に見えて、やっぱり心にやっぱり傷を抱えているっていうのが、まあ、やっぱりあって、でそれに対して、我々がその耳を作るっていう、本当に体のごく一部ですけれども、その人にとってベストの、進み方っていうのが、言ってることを見れたら嬉しいです。メス小児症の手術では本人の体から胸の軟骨を取り出し、新しい耳を作ります。軟骨を耳の形に削り、フレームを形成。これを皮膚の下に移植します。手術をするのは体が成長した小学校高学年から20歳頃までが望ましいとされています。合併症が起こることもあり、形成外科で最も難しいと言われる治療の一つです。で、耳完成です。おはよう。手術を終えると子どもたちに心の変化が見られるといいます。去年耳の手術を受けた男の子です。積極的にはなって、手を挙げたり、あの下級生の面倒を見たりするようにはなったらしいので、この耳でこう正々堂々生きてる感じが見受けられるんですけど。そっかそっか、耳のことでは言われなくなったかい。はい、ね、閉じて、もう一回大きく。患者の思いに寄り添う四柳先生、その願いは、僕はもうそのお耳を作って彼らが気にしなくなるようにっていうお手伝いをしているだけですので、だからもう逆にある意味もう耳のことを忘れて普通に生活してくれれば、それが一番だと思うんですよね。
手術以外の方法で患者の力になりたいという人もいます。先月東京からやってきた田村正美さんです。作っているのはエピテーゼという人工の耳。医療用のシリコンで作られたもので、専用の接着剤で自由に付け外しができます。耳だけでなく指やちぶさも。病気や事故で体の一部を失った人などが自然に体に馴染むように作られたアイテムです。ちょっと耳たぶを薄めにしてアクセサリーが落ちにくいようにちょっと形を整えてみたり、ここ私のこだわりなんです。実はこの日ある人のことを思いエピテーゼを作っていました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小児症の美智子さんです。こちらになります。今まで消えることのなかったある思いが。上のふっくらした、それは大きな耳をつけることです。うん、すごい。おしゃれしてみたいなって、うんうんね、息子さんと娘さんも育ちましたし、育ちましたし、ね、これからは自分の人生を、余裕ができたのかな、心の、うん、一応今日いろんなアクセサリーをお持ちしているので。うわ嬉しい。私もあ、なんか可愛いのありました。好きなレモンのやつを買って、あ、レモン好きなんですか、ね、可愛いイヤリング、イヤリングなんですけど、うんうん、可愛いですね。可愛いんですね。つけるとなると、うん、こんな感じでつきますよ。お揺れてて可愛い。おー、すごーい。髪型もこう、うん、あ、自分じゃないみたいですね。また全然違って見えるかと思います。半日ぐらいこのまま過ごせる。過ごしましょう。嬉しい。明日は一日中過ごせますね。ね、明日からずっとですね。楽しみですね。嬉しい。心の中に閉じ込めていた思いが溢れました。いろんな選択肢があってもいいと思うので、手術でもいいし、ない状態で過ごされてもいい。前向きになる一つのきっかけとしてエピテーゼがもっとこう知って知れ渡ったらいいなと思っております。小児症の人が前を向いて生きていけるように、その思いが患者の心を支えています。